まあ幸せのね、忙しい中ありがとうございます。まだ全日本プロレスの井上選手が到着していませんので、今回ですね、今回まあルールで押し問答やってるんですけど、私大仁田淳は全日本プロレスに対して全然その敵意とかそういったその全くありませんので、あくまで古巣に対して貢献したいな、うん、また古巣に対していろんなことを思い、まあルールに関してですね、秋山選手がその昔のタイツで来いって言われたんですけど、僕はもう25年以上もあのスタイルでもうやってるもんですから、あれが身についてお肌から離れないという、はい、ね、もうあのスタイルが定着してますので、はい、それに対しては、それに今回ですね、僕は井上選手をまだ来てませんけどお呼びしたのはですね、あくまで両国におきまして、井上選手が嘆願して、そしてそのサポート役として秋山社長を指名したという形になっておりますので、あくまで僕は挑戦者は井上選手であるという、はい、挑戦者は井上選手であるという、はい、僕の中で思ってますので、はい、まあ申し訳ありませんが、簡単に言いますと井上選手と僕の戦いかなという、はい、はい、僕は先日ドリーファンクジュニアさんと会いまして、うん、一応僕はハードコアルールでやりたいという意思はきちんと本人に伝えましたんで、はい、まあ、PWF ルールでやってほしいということは言われましたが、僕はあくまでもう25年以上このルールを貫いてますんで、まあ僕としては、はい、まあこの合意書を作ったんですけど、まあこれに全日本プロレスの方がですね合意してもらいたいという、すいません、遅くなりました。いいよ、ほらお茶でも飲んで。ありがとうございます。お茶でも飲んで。どうぞ座ってすいません、失礼します。今いろいろ補足した説明をしてるんですけど、まあ僕としてはですね、全日本プロレスは良き古巣であるという、ただ僕としては25年以上、このスタイルを貫いてますんで、もしよかったら、ね、人生の中でいろんな経験って必要だし、ね、井上選手も自分で、ね、もう崖っぷちだということを聞いて、あくまでその挑戦を表明したのは井上選手だから、井上選手と合意すれば俺はいいのかなと思ってですね、今日お呼びしたんですよ、はい、まあよかったらこのね内容を読んで合意できれば合意してもらいたいなと私は思ってるんですけど、どうでしょう。まあ、僕はマイク使わなくても地声で通るんですけどね。これを読ませていただいて、まあ、小野さんの気持ちはすごくわかります。いや僕の気持ちじゃないんだよ、はい、僕の生き方だし、僕は全日本プロレスっていうのはある種その王道というねものを貫いてるのもわかるんだけど、新しい波も必要かなというね、新しいジャンル、WWE がね、ECW を吸収した時のように、うん、そのくらいの吸収するぐらいのね、秋山選手に吸収するぐらいの気持ちでいてほしいなと俺は思うけどね、どうかな。いや、まあ僕の個人的な意見としてはやっぱり今お茶でも飲んで、はい、ありがとうございます。お茶でも飲んで、やっぱり、
馬場さんにやっぱり指導を受けた4人でタイトルマッチをやるっていうのはまずない、めったにっていうかもうこの先あるかどうかわからない状況。あ、井上選手も馬場さんに指導を受けたんだ。はい、はい、馬場さんにプロレスを教わったので、やっぱその4人でやるんであればやっぱ全日本のスタイルでやる方がやっぱり僕はいいのかなと思います。うん、いや俺非常にわかるけど、申し訳ないけど馬場さんもアメリカの修行時代デスマッチやってるからね。馬場さんの歴史の中で全くデスマッチがないっつったらそれは嘘だよ。うん、馬場さんの歴史の中で美味しい？美味しいです。ありがとうございます。すいません。うん、もうコンビニのじゃないから。ありがとうございます。ちょっとコーヒー屋で買ってたから。いや、馬場さんの歴史の中で、井上選手、馬場さんの歴史の中でデスマッチは存在してるよ。うん、そう、猪木さんもそうだ、ネイルデスマッチやったり、アメリカではあくまで、アメリカではね、馬場さんといえども、ジャイアント馬場さんといえども、ね、まあ悪役と言われる、まあこっちの業界用語でヒールっていうんだけど、もう数々の地域のチャンピオンとやって、デスマッチは存在してるからね。だから王道王道って言うけれどね、ところ変われば場所が変わる、人が変わればルールも変わるというね、人が変わればルールも変わるんだよ。やっぱり俺は PWF ルールに対してドリーファンクジュニアにもね、井上選手知ってるか知らないか分かんないけど、俺はドリーファンクジュニアに対してあくまで PWF ルールじゃないって、今俺がチャンピオンだ、俺がルールを決めるっていうことをちゃんと筋を通したから、俺はそれは秋山社長がねえ、タイツとシューズでこうって、あれ10代の写真だよお前、どっから借りてきた、トースポだろ借りてたの、あれ10代だ、あれねえ10代の時にだよ、ねえ全日本プロレスのルールでやるの、それは当たり前だ、俺新人だもんねえ。ねえ俺はなんで井上選手を呼んだかというと、なんでね井上選手来てくれよって呼んだかというとね、大体挑戦表明したのはあなたなんだよね。秋山選手はなあ、秋山選手はなあ、もうこうやって構えて解説席かなんかにいただけなんだよ。はっきり言うとあなたと俺の戦いでもいいわけよね。だけど一応タッグのベルトだからね、ね、秋山選手と富士選手がいなければ、ああこんな秋山選手と富士選手だって刺身のつまみたいなもんだよ俺から言わせな、なあんたと俺の戦いだよ女、刺身のつまだろな、あのほらそらトロかなんかの時にさ、こうトロバーって見るじゃん、この横にさ白いやつがついてるじゃん、女だ誰も見やしねえよ女の、あんたと俺の戦いだよ、だからこれ合意してくれっていうこと言ったみたいな、そう言っていただけるのすごいありがたいですけど、これはやっぱり僕の一存では、いや俺親切だよ親切、はい、決めれないことなんで、これは一応秋山社長に持ち帰りって形で、ほらですか、あるな、そこあるな、持ち帰りとかさ、もうやめてくれよな、持ち帰るとかさ、持ち帰ってどうすんだよ、俺ここにジュジュジュってサインすればいいだけのことじゃん、もうクビになったら俺とやれんだよ、あんな。まあ一応タックなんで、やっぱりここはシングルマッチだったらもちろんサインは、クビになったら新全日本プロレスとか作ればいいんだよ、俺参戦するよ。そんな余裕がないです。いやいや、日にち変えとこうか、なあ俺変えとくな、俺一応変えとくからさ、じゃあ持ち帰りって形でいいですか。いや、こうは俺からオツだよね、はい、ね、オツだよね、持ち帰り、持ち帰りってどうするの、なくしたらどうするの。子供じゃないんでなくさないです。大丈夫です。
そう、はい、うん、ねえ、持ち帰り、持ち帰りか、持ち帰るんだ。まずあの福地選手はこの件は全部、承知の上なんでしょうか。まあ電話かかったけど留守番の電話だったから一応留守番電話に入れといたよ。だけどな、井上選手な、よく聞いてくれ。あんたはボキャブラリーあるから、俺、悪いけどよ、両国でよ、あのな、普通選手の説得で俺は消したわけじゃん。な、一旦引いたわけじゃん。したら、今回は俺の主張を通したっていいだろうっていうことなんだよ。全日本プレスは電流爆破も許したわけじゃん。な、電流爆破持ち込みの装置をつけたんだから許したわけじゃん。なんで今回許さないんだよっていう話なんだよ、俺が言うから。なあ、堂々だとかって、井上選手も固いこと言ってるけどさ。ないや、俺が言ったのは引いたんだから、今回引きましたから、電話で留守番電話に、出ねえんだよ、俺。ほんと出ねえんだ。留守番電話に入れついたんだよ。留守番電話に。もう今回ね、電流爆破、俺はちゃんとスイッチを切ったから、ね、福地選手、今回は俺の主張を通してくれ。ね。それが筋だろうって。うん、とんつんとも言わないから、それからコールバック全くないんだよね。多分、あの、田舎に引っ込んだから、あの、電波通じねえのかな。県外かもしんないよね。すげえ田舎なんだよ。うん、代々木にいたのによ。うん、PWF 会長のドリーパンクジュニアさんに筋を通したとおっしゃってましたけど、はい、この前映像を確認したんですけど、明らかにノーと。だから筋を通したっていうのは、俺は一方的にはっきり言って主張をしたという、筋を通したんだよ。いや、それが俺の筋なんだよ。で、井上選手の筋はな、この合意書は秋山社長のところに持っていくっていう筋だから、今、うん、いいよ。だけど合意しなければな、アジアタグは行われない、それだけだよ。いや、それだけだよ。俺1月2日寝てるよ。ん？寝てるよ。なあ、いや、なあって言われても困りますけど。いや、なあって言われても困ります。なんか面白いな。もうお茶でも飲めないよ。いや、だから俺は申し訳ないけど、敵意も何にもないって、愛情だけだよ。全日本に対するのは愛情だけだよな。愛情の裏返しってあるじゃないか。な、もう好きで好きでしょうがねえんだ俺は、全日本プロレスは。な、俺井上選手は大先輩だよ。もちろんです。おい、全日本プロレス入門第一号だよ俺ねえ、本当にそうだよ。あんた土壇場っていうか崖っぷちだろ。崖っぷちですね。崖っぷちだろ。崖っぷちです、ね、崖っぷちもいいと思うんですけど。崖っぷちもいいところだろ。いいと思うんです。もう落ちるか落ちないかって言ったら落ちた方がいいだろう。いやいや、落ちるの意味がよく、落ちるの意味がちょっと違うんじゃないですかね。いや落ちるの意味がちょっと違うんじゃないですかね。いや落ちるって、落ちる、なんか落ちるの意味が、井上選手好きよ。いいね。いや、うん、ほぼ初対面なんですけど。本当だよ、本当だよ、本当だよ。いやいや、誓える。まあ、じゃあ秋山さんの方で早急に。そうですね、太田さんの意思を伝えます。はい。うん、あとはですね、ドリー番号、そっちも必要ですもんね。やっぱり管理してるところですからね。それのところはまあもう年取ってるからな。頭固くなってるから。ノーノーって言いやいいと思ったもん。聞いてないんじゃないか俺の話。ないや、その場にいなかったね。通じてんのかな俺。PWF ルールとか言って、ね、PWF ルールしかダメなんだよみたいな、頭固いんだよ。困ったもんだ、ね、困ったもんだ。
本当にもう T シャツなあ PWF 会長自身が T シャツ着てんじゃねえかってお前だったらお前脱げよってなあそうだろ会長自身が T シャツ着てんのになんで俺が T シャツ着ちゃいけねえんだお前 T シャツなんてお前こんなもんだぜこのピロピロ何ミリだぜほらピロピロってほら何ミリだよこんなこれ着たからって関係ねえだろあんまり、うん、着てんじゃん T シャツいや、まあ、今は来てますから今の服出たら変な人ですけど今は試合の時は来てないんですよ本当になあこんなもんだよこんなもんだよお前なあこれ知ってる Anywhere Street Fight Tornado Bunkhouse Tag Deathmatch これ一応ルールを教えとくよねまあ何でもありなんだよまあ競技でも何でもあり Anywhere だからどこでも後楽園ホールのどこでもあなたをホールできるということだ あなたがワンツースリーって取られて俺が勝つそれはどこでもいいということだリング上じゃなくてもいい全然後楽園の敷地内ならどこでもいいってことで売店の上でもいいし、ね、グッズの上でもいいし、うん、ねそうそうそうあれダメだよあの下リング下はダメだよ見えないから、ちょっとお客に ある程度見えるとかまあ、それは確かにそう、したらダメだよ、ダメだよ、ダメだよね、Anywhere まあ、ストリートファイトって、まあ、俺が考えたジーパン履いたりなんかするもう、格好は自由だよ、というね秋山選手がさ、こう、パンツ履いてようとあなたがパンツ履いてようと何してようと関係ないよって、フリーだよっていうトロネードっていうのはもうもうタッチとかそういうの必要ないんだよあタッチする必要ないってことはいバンクハウスっていうのはあらゆる競技をね持ち込めるという、うん、のルールを採用することを承知いたしますというねまあこれをまあそんなにねまあ給料誰からもらってるのキャラどうですか、うん、誰からって、まあ、その出た試合のいやだから誰からもらったのどういうことですかまあまあそのいや誰から出たの社長から出たの全日本の場合もそうですねああだからか社は弱いなまあ立場的にはまあ、待ったんですから待ったんですけどいやいやなまあまあしょうがないなだけどまあ持ち帰って近日中に早くあれしないとな分かりましたあれしないと、もう時間ないからはい、ね、皆さんにお預かりします、うん、それで言っといて秋山さんはい秋山さんと万が一合意できない場合にはアジアタグが行われないと、うん、あのねよーく聞いといてあのね国際ルール、ボクシングでもそうですよね。チャンピオンになった時点で第一挑戦者っていうのは選択権はチャンピオンにあるんですよね。そうですよね。あ、ボクシングのオリンピック候補生ですから、ね、選択権っていうのはチャンピオンにあるんですよね。そうなの。だから僕はあなたを拒否することもできるんだよ今回。ボクシングの場合ですよ。プロレスがまたそうですよね俺大先輩だよあすいません分かりました大先輩だ大先輩だよすいませんなあまたすいませんボクシングの場合ってもうボクシングプロレスもあんまりねそういった国際ルールはそうなんだってだから王道なんだよある種俺が言ってることは全世界が認めるボクシング機構が認めることを俺はちゃんと言ってんだ主張してんだよ選択権は俺にあるんだよ選択権は俺にあるんだよ俺にあるんだよな、だからここで井上さんバイバイさよならね、井上選手もうあなたいらないよ挑戦権与えないよって言ったらそれまでなんだよそれもよーく秋山社長に伝えることはいそれも踏まえてはい、はい、ということでありがとうございましたこちらこそすみませんごちそうさまでした持ってっていただきますタイジ2人握手しないんですか
かしたくないでしょ。そうですね。いや、そうですねって絵になるんじゃないですかね。いや、絵にはならない。拍手なんてしたってな。まあ、僕はあなたがね、あの秋山選手、井上選手、まあ大きな声で嘆願していただきたいなと私は思いますけど、ぜひ、はい、今後で伝えます、はい、どうぞ。先に失礼しちゃっても大丈夫ですか。いいよ、持ってって。あ、わかりました。じゃあすいません、バカに失礼します、はい。今回あの合意に達しませんでしたが、まあ、あの井上選手が秋山社長に持ち帰るということで、もし万が一万が一これが受けられなければ、まあチャンピオンに選択権ありますから、挑戦者の第1回目の防衛戦に関しては、あの挑戦者を決めるのはチャンピオンに僕はあると信じてますので、それが僕は真の王道だと思ってますので、はいはい、拒否する可能性も十分にあるという、はい、今日はどうもありがとうございました。